これから文房具を100杯食べたいなと思います。これは極狭の初の狭さですね。青菜屋さんがある、入ってみます。せっかくなので血の塊も、感触が気持ちいい、美味しい。出会ったら行くっていうスタイルですね。抜いてって言って抜いてもらったんですけど、言うのを忘れていたので。おはようございます、ちかです。今日はこれから文房具を100杯食べたいなと思います。というのはね、さすがに無理なんですが、文房具の本場フエに今プチ移住中ということで、本場の美味しいお気に入り文房具を見つけるべく今日は食べ歩きに行きます。この前ね、散歩してる時にグエンコンチューというストリートがあって、そのストリートに文房具屋さんずっと並んでいたので、今日はそこに行って限界まで文房具屋食べたいと思います。ということで今回はグエンコンチューストリートで文房具屋の食べ比べしていきます。では早速行きましょう。まず長根コーン市場という市場現れたので、ここで文房具屋探していきたいと思います。意外と大規模な市場ですね。お肉もお野菜もお魚も結構ね、新鮮で綺麗ですね。思ってた以上に規模が大きくてびっくりです。こちらちっちゃいですが、めっちゃ美味しそうなので食べてみたいと思います。これは極狭の初の狭さですね。じゃーん、文房具へまず1杯目です。はい、ではいただきます。見た目はね、私の好みの文房具へです。お肉がちゃんと肉っぽいやつ、あのね、足が入っているところが多くて、肉というより皮のところが多いので嬉しいですね。では、はい、おいしい。ピリ辛だけど、めっちゃ牛の出汁が出てる。お肉もめっちゃ柔らかい、和牛並みの柔らかさです。この筋の部分もめっちゃ煮込まれてるから超トロトロ。これはもう1杯目にしてお気に入りを見つけてしまったかもしれない。フエね、引っ越してから期待して文房具屋の店結構行ったんですけど、あれ最後の方が美味しいみたいなところの方が多かったので、これはね、今まで食べたフエの文房具屋では最高ですね。こんなね、名のないね、ちっちゃい店なのにいっぱい人が来てる理由が分かりますね。美味しい。辛み入れなくても結構辛い。おいしい。出汁がしっかり出てるけど、かなりさっぱりしてるっていうね、素晴らしいスープです。完食、美味しかった。はい、早速ね、1杯目の文房具めっちゃ美味しかった。しかも2万ドンという最強価格だったので、これ以上のものをね、探すのが大変になりそうです。この市場ね、めっちゃいいです。ちょっと見て回ったけど、先々品すごく綺麗で安いし、人も優しいのでもっといたいんですが、今日は企画が違うので、市場の外に出て次の文房具探していきたいと思います。青菜屋さんがある、綺麗ですね。お、ここ市場出てすぐなんですが、また文房具屋さんあるので入ってみます。開いてるかな。もっとなんでいけ。ほい、2杯目の文房具へ到着しました。はい、では2杯目いただきます。2杯目はね、いろんな具が入ってますね。牛すじと薄切り牛肉、あとはカニの肉団子、そして血の塊ゼリーですね。はい、いただきます。
うん、美味しい。こっちの方が辛みが少ないですね。次はお肉をいただきます。こっちもよく煮込まれてるんですけど、さっきのよりはちょっと歯ごたえがある感じかな。なんかここのお肉タンみたいな感じです。これはこれで美味しい。うん、ちょっとずつね麺とかも違いますね。こっちは細麺ですね、さっきのとこより。うん、よりあっさり感の強いスープ。でもやっぱりホーチミンとかのスープに比べると最初から辛みが強いですね。ここは新鮮野菜が盛り放題なので持っておきます。せっかくなので血の塊も。うん、健康の味がする。美味しいものではないんですけど、すごく健康にいいらしいので、たまに食べた方がいいですね。これね、苦手な人多いと思うので、最初からね、いらないって言った方がいいかもしれないですね。健康のためにはいいです。さっきのより量が多いですね。カニの肉団子、おいしい。めっちゃふわふわでカニ出汁が出てくる。うん、感触が気持ちいい、おいしい。うん、やっぱり1杯目のお店とは出汁も結構違うな。こっちが甘み強いのかな。おいしいんだけど、ちょっとここは粉末だしを使ってるかもしれないっていう、似たような味がする味がします。辛みも追加。うん、ここのスープはいろいろ混ぜたら美味しくなるって感じかな。うん、最後、うん、2杯目完食。はい、2杯目はまずまずでした。お腹の具合はね、まだ全然いけるので次行きたいと思います。まだまっすぐ歩いて行っているだけなんですが、またね、文房笛出てきました。次はこちらです。3杯目はこちらのお店、めっちゃにぎわってますね。有名店かな。店内こんな感じで大盛況です。おい、3杯目文房笛です。3杯目はね、さらにね、ごっついですね。めっちゃほっほーんほーんほーん、めっちゃいっぱい入ってる。このね、カニの肉団子も2つ入ってますね。こんな色が違うやつが2つ入ってる。これはね、豚かな、豚も入ってますね。ではいただきます。めっちゃ山盛り。おいしい。ここのスープめっちゃ濃い。めっちゃ辛いけど美味しいです。出汁がすっごい濃いです。うん、お肉も美味しい。お肉ね、牛すじ煮込まれてて、おでんの牛すじみたいです。うん、美味しい。私濃い味好きなので、このスープ好きなんですけど、濃いのが苦手な人にはちょっとね、塩辛いしピリ辛が強すぎると思われるかもしれないですね。では野菜を持っていきます。うん、美味しい。スープの味が濃いから野菜も美味しく食べれる。ではせっかくね、今ライム持ってきてくれたので。うん、ライム美味しい。味が濃いからね、ライムかけるとすごいね、さっぱりする。うん、じゃーん、げんこつ肉。これは豚か牛かわかんないですね。食べてみましょう。
牛のアテかな、めっちゃごついな。これはね、どっちかっていうと豚足みたいな感じで皮を楽しむ系かな。まあなんだろう、これ人気なのかわかんないけど、フエはねこれがよく入ってますね、うん。まあ美味しいっちゃ美味しいけど、普通の身のある肉の方が美味しい。こういうね、身の部分もしっかり入ってます。うん、おいしい。これめっちゃおいしい。厚切りなのに噛まなくていいぐらい柔らかい。こういうね、薄切りのお肉も入ってて、本当にここは具沢山ですね。うん、このカニのつみれはどこで食べても美味しいですね。めっちゃぷわぷわ。味はさっき食べた店のと変わんないかな、このつみれ自体は、うん。結構ね、これもともと辛いんですけど、もうちょっと辛みを入れてみます。味がね濃いから辛いのがすごく合いますね。うん、美味しい。韓国のユッケジャンスープみたいな感じになります。味が濃いので、こんなコラーゲンの塊みたいなのも入ってます。これも溶けていく。うん、牛すじめっちゃ美味しい。うん、肉がいっぱい入ってるのでいいですね。続きまして、こちらの白い方のつみれ、これは黒胡椒が効いたかまぼこって感じかな。これはね、何杯食べれるかチャレンジしている身としては結構きついね。分母増えですね。ボリュームがすごい。では最後、おい、3杯目完食。おい、3杯目すごいね。スープ美味しかったんですが、具材が多すぎたので、もうちょっとお値段安めでシンプルなものでも良かったかなっていう感じです。ちょっとねお腹きつくなってきたんですけど、まだ行けそうなので次行きます。ひたすら同じ道まっすぐ歩いていきます。ここもね、文房って書いてあるけど空いてるのかな。誰も食べてはなさそうですね。あ、ここにありました。前は、手前はカフェですね。ではこちら行きます。出会ったら行くっていうスタイルですね。じゃーん、4杯目文房フエです。はい、4杯目いただきます。4杯目はすごいね、あっさりだしって感じですね。見た目が透き通ったスープです。具材はカニの肉団子と、お肉がこんな感じでブロックのものが入ってますね。ちょっとだけこういった薄切りのも入っております。アジはそのまま。うん、おいしい。ここのは辛みがなくって、すっごいあっさりだしですね。女性の方とかはこれぐらいのあっさり感がいいかもしれないですね。うん、味が薄いわけではないんだけど、脂っぽくないというかあっさりだしです。さっきね、この血の塊抜いてって言って抜いてもらったんですけど、言うのを忘れていたので、またこれは健康のために食べたいと思います。うん健康のためと思ったら食べれるんですけど、これはね、血の量が多いのか、フエのやつってすごい血の味がします。なので最初からね抜いてもらった方が無難かもしれません。うん、はい、それではこのブロック状を。うん、おいしい。これもしっかり煮込まれてます。うん、これは豚ですね。豚と牛のブロックが合いびき、合いびきというか豚と牛肉のミックスですね。
ここのスープ美味しい。あっさりしてる、めっちゃ飲みやすい。4杯目なんでね、あっさりがいいですね。ライムを絞ります。味変、うん、めっちゃライム合う。さっぱりしてるから、あー、これは夏でも食べれそうな感じ。せっかく綺麗な野菜があるので入れましょう。春菊とかまで入ってますね。ついでに辛味も。ここは2種類ありますね。どう違うのか。こっちもめっちゃ辛そう。ついでにこの唐辛子魚醤も。せっかくねあっさりしてるのにまた濃くしてしまうという。お肉と一緒。あっさりもいいんだけど、やっぱり辛みを入れた方が分母増えらしさが出て完成形になりますね。このムヘのいいところは肉がめっちゃ肉っぽい。皮とかないですね。全部肉、身がついてる肉。これ忘れてました、カニの肉団子。うん、ここの豆腐入ってるのかな。すっごいこれもあっさりしててめっちゃ柔らかい。うん、おいしい。黒胡椒がめっちゃいっぱい入っててちょっとピリッてするんだけど、さっぱりしてる。カニのつみれで美味しい、うん、カニのつみれはさっきの2店舗よりここが美味しいですね。うん、さっきので結構もう限界かなって思ったけど、ここのねさっぱりしてるからもうねそろそろ食べ終わりますね。うん、では最後、うん、4杯目完食。ほい、4杯目分母あっさりしてて食べやすかったですね。ただねお腹はもう結構パンパンなんですが、まあ限界ではないのに最後あと1杯だけ探していきたいと思います。ひたすら歩いてもう目の前レロイ通りというところまで来ました。お、ここにまた文房具、あれこれはヘアカット、あ、こっちですね。現れました。ではここを最後の文房具屋にしたいと思います。行ってみましょう。ほい、本日最後5杯目の文房具屋です。おい、5杯目いただきます。これが最後ですね。最後もまたこんな大きな器でやってきました。オニオンが入ってますね。美味しそう。具材は薄切り肉とカニのつみれ、あとは美味しそうな原骨肉が入っております。これはね肉がついてるタイプの原骨肉ですね。美味しそう。いただきます。玉ねぎがね、美味しい。お肉も、うん、肉美味しい。どこも煮込まれてるんだけど、ここね、じゅわって出てくる味が1杯目のお肉と似てる、うん、あー美味しい。なんて言えばいいかわかんないけど、ちょうどいい、一番あっさりもあるし味の濃さもあるし、出汁の濃さもある。全部揃ってる。ここが一番出汁当たりかもしれない。うん、おいしい。ではこちら、これは豚かな。すっごい大きいですね。味が染み込んでるからどっちかわかんないな。ん、これは豚ですね。豚の塊肉だ。これもいい感じに煮込まれてて、チャーシューみたいに肉汁が出てきますね。うん、これはちょっと噛み応えはあるけど味は美味しい。もうちょっと煮込んでほしいかな。うん、もうちょっと煮込んだ方がいいけど、肉がいっぱいついているという点では合格。
か野菜を入れ忘れてたので野菜を入れて辛味を。野菜食べるときは辛味入れた方がね味濃くなるから美味しいですね。ここもカニのつみれ。でもここのがカニというよりは結構肉感が強いですね。美味しい。ご飯食べたけど同じ分母でも全然味違います。ふえね、意外と分母ふえの店ないなって家の周りで思ってたんですけど、この通りはねもう本当に分母ふえだらけでしたね。おかげでご飯も食べることになりましたが、全部まあ美味しかったです。ラスト、おい、ご飯目本日最後完食。ということで今回は美味しい文房を求めて文房府への限界食いチャレンジしてみました。10杯ぐらい食べれるかなと思ってたんですが、ボリューム満点で5杯しか食べれませんでした。個人的には一番最初の一番安い市場文房が大好きだったんですが、狭すぎてね環境的におすすめできないので、もっとパーフェクトな文房府屋さんを求めて探し続けたいと思います。ということで今回の動画も少しでも楽しんでいただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた、バイバイ。